こんにちは。今回は氷川きよしさんの料理上手な理由や新曲母について語られた裏話などについてまとめていきます。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。自粛ムードの中でもファンの心を支える企画や投稿を続けている氷川きよし。テレビなどへのリモート出演はもちろん、インスタグラムでの日々の投稿は、このように毎日を過ごせない人々の心に安らぎや希望を与えているようだ。家で読書したり、日記を書いたりといった提案もしている様子だが、インスタグラムを開設してから、ファンの注目を浴びているコンテンツの一つが料理だ。以前から料理上手と話題になってきた氷川だが、SNS をこれまでしていなかったとあって、その腕を披露する場は多くはなかった。その中でも出演する料理番組には、毎回大きな注目が集まり、昨年は料理自慢の著名人が出演して生放送で調理するという NHK E テレの今日の料理ライブに出演。ハロウィーン前夜祭、歌って踊ってきよしのマジカルクッキングということで、ドラキュラの仮装をした氷川が持ち歌の一つであるハロウィン音頭を歌唱する後ろで、蝶ネクタイと紫のベストの後藤アナが踊るという料理番組らしからぬオープニングに SNS は大盛り上がり、氷川きよしの名前は一気にトレンド入りを果たしていた。もちろん料理の腕もさすがの様子で、むき栗やキノコも入って今の季節にぴったりなかぼちゃとチキンのホワイトシチュー、生で食べられるかぼちゃを野菜と合わせチーズで豪華に仕上げたコリンキーサラダ、デザートとしてかぼちゃの中をくり抜いて器にしたぼっちゃんかぼちゃの丸ごとプリンの3品を手際よく作った。生放送はたった25分しかないため、歌唱と試食の時間を引いて3品を約20分ほどで作る必要があり、あたふたする様子も見上げたが、それでもきっちり仕上げ、これにはハードルが高い、ハラハラして見ていました。自分には無理、すごい、などといった称賛の声も上がるとともに、普段のコンサートなどとは違う異常な姿に、かなり目にいい感じのカオスで、チャンネルが変えられない、テンパってて面白い、オレンジのセーター可愛かった、などなど、その様子や服装といった料理以外の部分でも、視聴者は興味津々だった様子だ。とはいえ、得意料理があるわけではない様子の氷川。インタビューでは、最近ハマっていることを、料理が好きで、料理を入れる器にもこだわっています。シンプルでデザイン重視のものを選んでいます。器は、料理の洋服だと思いますので、器を眺めているだけで幸せになれます。と言い、さらに最近は器から作ることまであるんだとか。また、うちには大勢の人が来るので、ほぼ毎日のようにご飯を作っています。と、家に人を呼んで食事を振る舞うことが多いそうだ。あるもので作ることが多くて、例えば
卵と大根があったらおでんを作りますし、何か作るものを決めるのではなく、あるもので作りますね。と、細かくは決めず、食材から考えるところが料理上手な川らしい。コンサートから帰ってきた時間が真夜中でも、それから自炊をして食事するそうで、家庭菜園で様々な野菜を育てたり、他人に振る舞ったりといったこともしており、もはやただの趣味にはとどまらない。あるインタビューでは、料理をすることが好きなので、自分で作ったものを自分で食べるというよりも、人に食べてもらって、喜んでもらうためにやっています。と話したこともあり、料理系のコラムや料理本の出版もできそうな勢いだが、この料理上手には、母は体が弱かったんで、よく自分で子供の時料理を作ったりしてあげたんですよ。と、母のために幼い氷川が習得した技術であるようで、作ってあげる方が好きという姿勢のルーツも、母親に喜んでもらいたいからという意味もありそうだ。そんな氷川が自身の母もイメージして歌い上げる新曲が今年の新曲母だ。デビューから21年目になりまして、新たなスタートという意味でリリースさせていただきました。どなたにでもお母さんがいて、お母さんのために頑張ろうという気持ちで皆さん過ごされているかと思いますが、そんな母に捧げる作品です。という氷川は、ミュージックビデオの撮影にも気合を入れて臨んでいたと語る。河口湖の近くの立派なお屋敷で撮影しました。というミュージックビデオは、以前にリリースしたあなたがいるからのミュージックビデオも手掛けた監督の作品になった。ロケーションが良く、空気が澄んでいて、撮影の合間に外に出て空気を吸って、気持ちを入れ替えることで、歌の世界に入って撮影することができました。と、笑顔で語っていた。中西麗が数年かけて作詞した作詞を気に入っているというが、特に最後の生きていてくださいとこしえにという箇所がお気に入りの様子。レコーディングの際には中西から目の前でお母さんが亡くなることを想像しながら絶対に助けてほしいという思いを込めて歌ってという指示も受けたというが、母を思う氷川はいつまでも両親に元気でいてほしいと願っているようだ。21年目のスタートとなった母には大きな思いを寄せており、6月には新しくポップスのアルバムパビオンボヘミアンラプソディがリリースされるが、この1年を通して応援していただきたい歌が母ですという。年末に向けて多くの方に聴いていただけるように活動していきたいと思います。新しい氷川きよしの歌の世界を広げるために歌っているジャンルの作品もあり、多くの方の心に届くように、のびのびと自分らしく歌を歌い続けていきたく、今後とも氷川きよしの歌を愛していただければ嬉しいです。と語った氷川。料理も歌唱もこれからも素晴らしいものを届け続けてほしいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。